ビーバーストあるある。なかった。ないな。ないな。何でも教師なんです。食べ物に限らず。プロに女子ってでもこんなんだ。はい。な？ないです。ないんだな。はい。あるある。あるある。隠してる。あるある。あるある。確かに、まあ、すぐラップするっていうのはどういうこと？これどういうことなんですか？それ褒めてすぐラップするそれ、さっき上映しないでしょ。いいね、いい。すぐラップするっていうよりも楽屋で曲を作り始めてる。なんかさっきあったよね、まあ、遊びで曲を作るみたいな。すぐ曲作る。え、それ以外なんてない？楽屋で歌いがちみたいな。ある。似たようなのって歌いがちみたいな。あ、だから楽屋動物園みたいになかった。あ、はい、あって楽屋動物園。楽屋で歌いが近いと思う。同じ人じゃん。楽屋があったかいもあるし、うん、あったかい。暑いの間違いでしょ。暑い。楽屋で汗だくだもん。メイクさん、本当ごめんなさいって。メイクさん、ごめんなさい。暴れ回ってごめんなさい。これ、この丸が気になるんですけど、自分ってことじゃないですか、レオ君。あ、そういうことか。自分でもいいよっていうところ。マジ、マルジ。みんないろいろ書くだろうなって思ったから。じいか。われ、われ。でももう見たら分かるし、映画館のコーヒー飲みがして、もうその、プライベートの一人しかいないし、すぐ分かるよ。そうそう、なんか、みんなほら、大体ほら、合うなと思って、あ、じゃあ、同じ絵描かない方がいい。で、自分のでもいいですよっていうところ、意外とみんな自分の描いた方がごめんって感じする。いや、いいんですよ。あって、ちょうどいいんで、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。気になっちゃっていうか、今、ああ、確かにと思ったなって。どれ？仕事早めに終わるっていうか。おお、でも、ああ、確かに。書きました。確かに。ああ。良きっぽかったじゃん。良きっぽいな。自我だろ。あるある。いい。でもそうじゃない。なんか結構早めに終わるとさ、しかもなんかね、日がまだ沈んでない時ってなんか嬉しい。嬉しい。確かに。行くよね。家帰らないよね、みんな。せっかく外に出てるからね。次にさ、お疲れ様でしたの次に出てくる言葉がどこ行くじゃん。ね。帰るあれないんだよね。だいたいご飯行くか、それこそ。か、買い物行くか。か、サウナ。サウナか。だいぶここにサウナもあるね。サウナめっちゃあるからな。てか映画見たいの結構あるんだよね、今。俺も今見たい。わかるよ。わかるよね。マジで今すっごい埋まってない映画館。埋まってる埋まってる。行きたい映画めっちゃある。すごいよね。あれ気になったの。ゲージ？そう、ゲージ。何、時間が経てば経つほどゲージが溜まる。お前の前の。え、それ J でしょ。どういうこと？誰が書いたの？誰が書いたの？どこに？ああ、だからだんだん元気になっていくと。午前から上げて、ぐーって、で、ほんと、右肩上がりにテンション高くなっていくな。 MV 撮影の人がそんな感じ。そうそうそう。夜のゲージも溜まってるけどね、結構朝。あ、最近あれかな。レオくんはね、朝から頑張るじゃん。その分疲れるんだけど、で、そのオフを全力で喜ぶね。これオフを見つけた時の Be happy。 Be happy。 Be happy。 あー、確かに。みんなスケジュール見てオフを見つけた時に。でもね、あったっつって。あと、オフも練習しても。あ、僕家で歌ってたんです。嘘つくな。嘘つくな。一日15時間。嘘つくな。もう他の仕事もあるから。これ、それ共有されてないの？それ共有されてないの？ある。仕事ある。最後に、これだけは言っておきたい、言いたくないみたいなのがあれば。僕は、あるの？我ながら自分で書いてるやつ。あるある。1人ハマると3人ハマる。それはマジで分かる。本当にわかる。一人でハマってるもんないもんね。そう。ハマらせる。あ、でも無理やり無駄しさ。まだ発表できてないアダルたくさんあるんですが、あとは読者の皆さんに深読みしていただくってことで。はい。ファイアル。え？あるあるバイバイ。バイバイ。あるある。あるあるバイバイ。じゃね。バイバイ。あるある。あるある。おはようございます。
着いいんだよな。